フランシスコ・サンス・カボットは、スペインの画家である。1873年から1881年の間、マドリードのプラド美術館の館長を務めた、カタルーニャ州、ジローナ県のジローナで生まれた。父親は、スペイン海軍の航海士であった。1850年から、バルセロナの美術学校に入学し、はじめ家族の希望で工芸を学んだが、海外に転じた。 1855年に美術学校を卒業するとパリで修行を続けトマクチュールとオラースベルネに学んだ。1858年にスペインの作家フランシスコ・デ・ケベードの小説夢の場面を描いた作品でローマの展覧会で賞を得た。歴史を題材に作品を描くようになった。1865年にスペインに戻りバルセロナの行政機関から スペインモロッコ戦争で軍港を挙げたフ、フアンプリム将軍を題材に作品を描くことを依頼され、テトゥアンの戦いでのプリム将軍を描いた。1868年にイサベル2世が退位した年にジローナに戻った。1873年にスペイン第一共和制が成立すると、マドリードに呼ばれ、共和制に反対して、プラド美術館の館長を辞任した。 アントーニオヒスベルトの後任として美術館長に任じられた。プラド美術館館長時代にフランシスコ・デ・ゴヤが晩年に自身の住居、老舎の家の壁に描いた一連の黒い絵を壁から取り外し、有名な美術品修復家のサルバドール・マルティネス・キューベルスによって絵をキャンバスに移してプラド美術館に収蔵したことなどで知られる。1875年以後、 マドリードの王立さんフェルナンド美術アカデミーの会員として活動した。ありがとうございます。